こんばんは、パーソナリティの小林美明です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。さて、3連休が終わりかけてますね。そうですね。どうでしたか、この3連休？今週は福山城の周りでいっぱいお祭りがあってですね、で皆さんも行かれたかもしれないですけども、私は宮通りであった花歩き、ファッションショーにですね参加をさせていただきました。昨日ですよね。そうです。見に行きました。ありがとうございます。でもちょうど小林さんはね、出られた後だったんですけれども。そうなんですよね。聞くところによりますと、はい、ちょっとだけこう目を追いたくなるような、そんないでたちだったとかどんな格好したんですか？いや、過去と現在と未来というテーマで、私着物を着て登場したのと、その後ですね、最後ちょっとふんどし姿をぜひ主催者の方に足りないから参加してほしいという熱いメッセージがあったので参加をさせていただきました。しかも色が赤色だったとか。そうなんですね。やっぱり古来のね、いい赤いふんどしをつけさせていただいて。やっぱり違うんですか、男性ふんどしをこうキリリと締めると。やっぱりこう引き締まる感じがしますよね。日本男児って感じ。日本男児っていう感じ。そうですか。まあスイミングで鍛えたね体ですから、どこから見ても OK よって。まあ見苦しくなければよかったなと思うんですけど。その歩き方なんですけど、モデルウォークですか？はい。前回そのゲストに出てもらったブラジルのマウロさんに直接教えてもらったんですけども、やっぱりモデルの歩き方って難しいですね。かなりこう骨盤を腰を使って歩くということで、なんかそれ用のトレーニングもですね、週に1回から2回全員が習って登場したんですけども。そうですか。やっぱりすぐには身につけられないですけどね。でも皆さんこうモデルの顔になってらっしゃいましたしね、歩き方もそんな感じでしたけど。そうですね、相当真剣にやってましたから、終わった後涙流してる学生さんもいらっしゃったりしてですね。ああ、そうですか。よかったなと思いました。達成感があったんですね。そうですね、それだけでもね意味があったかなと思いますけど。モデルデビュー。そうです、初めて。緊張しますね。そうですか。でもそのモデルウォーキングは日頃でも活かせますね。そうですね、やっぱりちょっと姿勢良くなったなと思います。道理で今日は背中がピンと、ほらウェブラジオで見てる方、ラジオで見ていただけますかね。じゃあこれから小林さんを見かけると背筋がピンと伸びてるっていうわけですね。そうですね、そこに注目してほしいと思ってます。わかりました。さあ、3連休が終わろうとしていますが、あなたの3連休どんな風に過ごされたのでしょうか。どうぞこちらの番組宛てにお寄せいただければ嬉しいです。メールアドレスはアルファベット小文字で deban@fm777.co.jp、 ファックスナンバーは 0849-20-8765、 レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。またレディオビンゴのホームページから Facebook への投稿もお願いします。ホームページの立ち上げていただきますと、ウェブラジオまたはサイマルラジオのバナーをクリックすると、映像と音声こちらの方でもお楽しみいただけます。この番組は高和物産金曽22の提供でお送りします。株式会社アルム企画代表取締役杉原のり子さん、そしてもう一方ピアニストの落合博美さんです。杉原さん、落合さん、出番です。はい、こんばんは。息合ってますね。こんばんは。こんばんは。この度杉原さんと落合さんで、杉原さんが作詞、落合さんが作曲のこのバラ色のひとときという曲が完成されたということ、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。まずはこのお二人のつながりから教えていただいていいですか？はい、落合さんとは、20年くらい前に色のセミナーに来てくださってから親しくお話をするようになりました。お互い大変忙しくて当分お会いしていなかったのですが、今年の2月に偶然松永駅で再会しましたので、それがきっかけでバラの色のひとときが
誕生しました。へえ、うん、すっごい仲良さそうですよね、本当に。そうです、姉妹みたいでしょ、本当に。でもこの歌まだ聴かせていただいてなくて、この後あの直接聴かせていただきたいなと思ってるんですけども、この詩にはどんなメッセージが込められているんですか。あ、そうですね、あの今の時代はあの多くの方がですね、あの地震とかさまざまなストレスを持って一生懸命生きていらっしゃると思うのですが、まずはあのご自分を心から大切になさってくださいねという思いで作りました。詩にはそんなメッセージを込められてるわけですけども、そうですね、曲の方は落合さんどんな思いで作曲されたんですか。はい、あののりこさんの詩をですね、大切に、そしてストレートに伝えるにはどのようにしたらいいかなっていうことに重点を置いて作曲させていただきました。これあの曲と詩はどっちが先にできたんですか。詩の方が先なんですね。あ、そうです。ですからこの杉原さんの詩がなかったらこの曲は成り立ってないんです。じゃあ杉原さんが詩を書かれて、そこに合わせて落合さんが曲をつけられてということで、杉原さんも音楽大学卒業されてますけども、はい、このご自身が作った詩に曲がついた時っていうのはどんな感想でした。いやもう本当にできた時にすぐひろみさんにお電話して、はい、すぐメモをしてもらって、ええ、まあ本当にとってもシンプルなあの詩なんです、はい、もう本当にシンプルなんですね。それにもうびっくりするぐらいあの素晴らしいあの癒されるあのメロディーをつけてくださいまして、ええ、もう本当に感動しております。じゃあそういう意味ではもうバッチリだったと、はい、いうことなんですね。はい、光の世界ではですね、はい、5は緑、そして4は黄色、2は赤、6は青になるので、5、4、2、6をソーパーレラというあの音に直しましてですね、で作曲してみたんです。あの先ほどおっしゃってた光のセミナーで出てくるその色の話、そうですね、はい、あそうなんですね。じゃあぜひちょっとその辺は後で詳しくそうですね、ちょっと伺ってみたいですけども、この曲まだ正式にはお披露目されてないみたいなんですけど、 YouTube では聴けるんですよね。はい、もう YouTube ではあの聴けますので、あの ALM663 のホームページを開いてもらえれば、はい、皆さんどしどし聴いてください。正式のお披露目はいつになるんですか。はい、あの今年の12月13日に、芸術家の方を輝かせる会のディナーショー、クリスマスディナーショーをあのホテルベラビスタさんの方であの予定しております。その時に作曲された落合さんの弾き語りによる生演奏で発表させていただきます。あ、楽しみです ね、 ね。あ、ここにはあの歌手の方も一緒に。そうですね、あの藤井美由紀さんとあのオペラ歌手の、それからマイダンスアカデミーのマイリュウ夫妻と、あの歌とピアノとダンスと私しか組み合わせができないアルム企画プレゼンツなんです。自信ありと、はい、もう皆さんに目いっぱい楽しんでいただきたいと。はい、はい、さあそれでは、ラジオの向こうの皆様方にはお二人のお作りになりましたこちらも自信作の曲を早速お披露目ということでお届けしたいと思います。では杉原さんはペンネームでご紹介しますね。 ありがとうございます。作詞杉原沙織さん、作曲落合ひろみさんで笑色のひととき。Don't
明記のあなたの出番です。今夜は株式会社アルム企画代表取締役杉原典子さんとピアニストの落合博美さんをお迎えしております。曲でしたね。癒されたね。癒される感じでしたね。でもその中でこう光っていう言葉がすごくよく出てきたなと思っていて、であの落合さんもさっきおっしゃってましたけども、その4色の光、これをまあ音で表したっておっしゃってましたけど、あの色のセミナー、ね、こう杉原さんやられてるんですよね。はい、はいはい、あの人はあのこの世に生まれた時からあの人によって緑色、黄色、赤色、青色の4色の心の光を持っています。その光の色を光らせる方法を26年間お伝えしています。それぞれ人の色があると。そうなんです。人によって違うんですけどね。あ、そうなんですね、はい、ちなみに私の色って何色かってすぐ分かるんですか？はい、分かります。あのお誕生日をね、はい、ちょっと教えていただければ分かります。はい、西暦でいくと1983年の4月8日ですね。あ、まあ大変素晴らしい、さすがですね。あの皆様ご存知と思いますが、お釈迦様と同じお誕生日ですね。そうなんです。なんかだんだんそんな感じに見えてありがたい感じ。あの皆さんもそうなんですが、ご自分とねあの同じ誕生日の歴史上の人物は自分にとってとても参考になるらしいんですね。で、あのこの光っていうのは先ほど小林さんがおっしゃったように生年月日をあの求心法という方法で計算してみるんですが、はい、求心法っていうのは一つの数をあの一桁になるまで足すだけなんです。とっても見やすいんです、はい、優しいんです。で、ちなみにすぐ計算してみましょうね、はい、数は実は3つ出ます、はい、まず1983年でしたから一桁になるまで足します、はい、1足す9足す8足す3、はい、そうするとそれは21になります、はい、21は2桁なのでまだ足します、はい、2足す1、そうすると3っていうのが出ますね、はい、これが実は第1数の3になるんです、はい、で第2数は、月日を足します、はい、小林さんだったら4月8日なので、4足す8は12、また2桁なので1足す2は3、はい、第2数も3となります、ですから第1数も3、第2数も3ですね、小林さんの場合、はい、そうです。それで3つ目、第3数はその第1数と第2数を足します、はい、ですから3足す3は6、はい、小林さんは336という3つの光を持たれています、はい、そして色の決め方はですね、3つの数にまず5がある人は全員緑色です、はい、で5がないわっていう方で4がある人は黄色です。で5も4もなくて2のある人は赤色なんですが、はい、224の人だけは4があるんですが2が2つあるので実は赤なんです。まあ、例外があります、はい、そして次に5も4も2もなくて6がある小林さんのように3366がある人は青色の光となります。じゃあ私青色なんですね。そう、小林梅木さん、あ、今日は素晴らしいストライブのブルーの青の素敵なシャツを、ね、これ素晴らしいですね。今朝これ着たいなと思っちゃった。あ、似合いますね、素晴らしい、さすがですね。やはりありがとうございます、はい、ですからあのこれからあの日本をですね青色の光でどんどん輝かせて、うん、若いあの青年のね、はい、皆さんは小林さんに限らず皆さんどんどんこれから日本のためにねあの輝かせて生かしていただきたいなと私は確信していますので、はい、どうか頑張ってください応援してます。でもこれそれぞれこうやっぱり自分の色に合った服とかアイテムとかを選ぶといいですか？あのね、結局大好きになったらいいので歌のように、ええ、まあラッキーカラーのような感じで軽く受け取ってくださって、はい、これを着なきゃいけないとか思わないで私のように楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。ちなみに私今計算しましたけど、はい、赤でした。あ、素晴らしい。え、素晴らしいですか？はい、世の中を明るくする赤です。本当に、はい、優しいですよ、赤の方は。あ、そうですか。いいじゃないですか。で情熱家って言われるのかと思ったんですけど、優しい。優しい。そう、情に熱くて優しい。
ありがとうございます。ラジオで、ね、世の中を明るくするっていう仕事してるわけですから、赤いお洋服をぜひ、あ、そうです、たまには。わかりました、はい、何か勝負服の時の赤を、ぜひお願いいたします。はい、そうやって計算すればいいんですね。はい、そうなんです。いました。さ、その杉原さんなんですけれども、杉原沙織というペンネームで四色の人、またバラのひととき、すべての人に愛を込めて、光の国からのメッセージなど著書もお持ちになっていらっしゃいますね。はい、はい、どうぞあの書店に行って、はい、手に取って読んでいただければ嬉しいです、ね。はい、あの軽文社で行っておりますので、ぜひお買い求めください。アマゾンでも買えます。アマゾンいいですね。インターネットでも買えます。はい、はい、買えます、はい、よろしくの本のようです。はい、では次にピアニストの落合博美さんは国内外でも演奏会で活躍されているということ で、はい、で昨今はあれなんですね、後輩の指導も力を注いでいられるという。そうですね、はい。落合さんにとってピアノって何ですか。うん、私の、まあ、分身と申し上げたらよろしいでしょうか、ね。分身、はい。まあ、幼少の頃よりピアノを弾いてまいりましたので、おそらく私はピアノによって人間形成がされていると思うんですね。あ、私にとっては、まあ、ピアノイコール、まあ、音楽すべてですけれども、なくてはならない存在です。どうなんですか、なんかこうピアノをやってて、はい、こういうのを学んだなっていうのってなんか残ってるってあります？やはり音楽の素晴らしさというか、音楽を聴くと、まあ、あの落ち込んでる時は元気にもなるし、まあ、楽しい時はね、もうそのまま明るい気持ちにもなれるし、まあ、いろんなあの人間の心を癒してくれるかな、うん。それとまあピアノっていうものはやっぱりコツコツと練習しないといけないので、厳しさっていうかなも教わりましたね。うん、努力のところみたいな、大切さみたいなのも。そうですね、あのでも私ピアノは好きなんですけれども、練習が大嫌いな子でした。はい、そうなんですね、はい。まあでもね、お二人とも音楽で通じ合った、まあ、今ね兄弟のように姉妹のように仲良しということですので、ぜひあの先ほどかけた曲ですね、皆さんに聴いていただいて癒されていただきたいなというふうに思いますけども、はい。落合さん、今後の何かご予定ですとか、はい、またピアニストとしてのこう展望とか、はい、そういうものは、まあ今後の予定としてはですね、先ほどご紹介していただきましたこのバラ色のひとときを11月7日にリーデンローズの方で正式に録音させていただき CD 化する予定です、うん。はい、で、まあ、あの私の展望っていうか、まあ、そんなに大げさなことではないんですけれども、演奏を通じてやはり音楽の素晴らしさを聴いていただいている人たちに伝えるっていうこととそれからそれと同時にですね、あの心の癒しというものができたらいいなと思っています。だからさっきのような曲が出来上がるんですね。ね、癒される、ね。しかもあれがまだ正式録音じゃないということはもっといい状況になるってことですね。はい、そうです ね、 ね、演奏だけじゃなくて歌もされるんですね。なよく言われるんですが、まあ、あの私歌も好きでして、学生の頃からいろいろ勉強はさせていただいたんですね。で、まあ、たまたま歌ってみたら、まあ、歌ってみたらってこう友達とかに言われて、でお調子者ですからね、じゃあ弾き語りでもしようかみたいな感じで、で今日に至っております。あ、でも2人の音楽家ですから、今度は2人で連弾しながら杉原さんも歌っているのどうですか。どうですか。私もあのその光のとこ臨床しようかっていう話もあったんですが、まあ、彼女の美しい声をね、あのちょっと邪魔したら悪いかなと思って。今ちょっとですよ。まあそういうこと、あの案もありました。そうですか。でも今度 CD 化されるので、あの、ね、もしかしたらそのトラックに入ってるかもしれませんよ。そうですよ、臨床バージョンとカラオケバージョンと、あ、そうカラオケバージョンを入れます。あ、そうですか、はい。それとあと落合さんの素晴らしいピアノ、もうすごいピアニストなんですよ。あのいいですね、はい、楽しみです、はい、そうですね、はい、11月の7日に、収録をされるということで、はい、その後リリースということになります。そうです、はい、楽しみにしたいと思います。そうですね、
いやでも本当今夜は2人ともすごくこう仲いい感じがですね伝わってきて楽しくトークしちゃいましたね。ほんわかムードほんわかムードで、ね、今夜はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲストは株式会社アルム企画代表取締役杉原紀子さんとピアニストの落合博美さんでした。新番組始まって2回目がそろそろ終わろうとしていますが、早いですよね。なんかあの初回と今回と割とね、はい、小林さんの近しい人を、ね、ゲストにお迎えしたかと思うんですけれども、はい、普段お話しされているのとこうやってスタジオで話をされているのとでは違いますか？やっぱりあのプライベートで話すときではなくて今回はこう、ね、普段されている仕事の話とかを正式に聞くのでちょっとこう緊張しますね。でも今日ブルーを見つけてるから、はい、緊張せずに、そういう意味では正解な感じが明るい気持ちでやれたんじゃないか。青色ですからね。今度から青色っていうので。でも何より今日緊張したのはあのゲストの、ね、応援団で来られてる中に、はい、あの私の先生が、あらそうですか。そうなんです。何の時代の？あの中学校時代の。そうですか。じゃあ、はい、エース学科の時代の。エース学科のその当時は教頭先生だったと思ってるんですけど。そうです。今日もねギャラリーの方をたくさんの方々来てくださってるんですが、今手を振ってくださってますけど。ありがとうございます。あ、嬉しいですね。嬉しいですね。こうやって私たちとゲストとのトークを、ね、生でこう見ていただいて聞いていただけるっていうのが、ね、はい、この番組の、一つの楽しみ方ですので、どうぞどなたでも来ていただける。そうですね、ぜひ遊びに来ていただきたいです嬉しいと思います。さあでも来週だけそうなんです。生放送じゃなくてね、大変申し訳ありません。その他は生放送で頑張りますので。頑張りますんで、はい、どうぞ遊びに来てください。さあそれではここで、メールをいただきました。府中のグリーンちゃんからです。はい。新しいラジオ番組楽しみにさせてもらってますよ。ありがたいですねそうやって聞いてもらえるとなかなかね手応えがわからない中でそうやってメッセージもらえると本当嬉しいですよね。そうですよね、はい。さあ、そしてですねビンゴじいさんからですけれども、新一にいいのかな、はい、でも書いてあるから新一に住んでいるんですけれども、スーパーの激戦区に今なっているんですよっていうことで、はい、まあ、消費者としてはね選択肢が増えていいかななんていうことです、はい、スーパーに行かれますか？行きますよ。何買うんです？あの牛乳を好きなんです昔からあの一人暮らしの期間長かったので、あのなるべく栄養がある飲み物とあとは味が好きなんです。そうなんですね、はい。1日にどれぐらい飲まれるんですか？1リットルは飲みますね。そうですか、はい、そうするとそんな風に背がこうスラッと高くなるからね。そうですかねだといいんですけど、あの水泳してるって言ったじゃないですか、はい、で運動した後飲むとあのプロテインの代わりになって筋肉にもなるので、あ、なるほど、体作りにもいいと。はい、どうぞあの中学高校生で体作りしたい人は小林さんを見習って牛乳飲んで泳いでください。そうですあなたからのファックスまたはメール、そして Facebook 投稿もまだまだ番組この後終わりますけれどもお待ちしてますね。ぜひお待ちします。はい、それでは今夜のお相手は小林文明とアシスタントは平野恵子でした。それでは来週またこの時間でお会いしましょう。この番組は豪和物産金戸22の提供でお送りしました。